山崎さん、口封じのために僕たちをここで始末するつもり？いや、その必要はない。お前らは確かに面倒だったが、おかげさまであまり遠野のことを警戒せずに済んだ。私の役に立てたことに免じて、一応命は取らないでおいてやるさ。私は黄金を運び出して去るだけだ。お前らはその檻の中でせいぜい死ぬまで仲良くしてることだな。嘘だ。そんなはずはない。山崎さん、宝を独り占めにしたいのは遠野さんも同じだ。僕はさっきもあなたに聞いたはずだよ。なぜ遠野さんからもらった謎が本物だと言い切れるのかと。島に黄金があるという話をあなたはどうして少しも疑おうとしなかったのか。山崎さん、あなたは黄金の謎を自分の手で偶然見つけたものだと信じ込んでいたんですよ。それがあなたを釣り上げるための遠野さんが撒いた餌だとも知らずにね。彼が私を騙して何になると言うんだ。そもそもだ、本を借りるより前に遠野と私の間には利害関係などなかったんだぞ。詳細は判明してなくとも、遠野さんが早めに刑務所から出ようとしていたことに違いはない。そうなると何かしらの理由で彼はあなたを利用したということになるね。そうか、そういうことか。遠野のやつを信用した俺がバカだった。一度騙されたら二度目もあるに違いない。分かったぞ、全部カモフラージュだったんだ。私を騙してくれたな。絶対に報いを受けさせてやる。私がこの発信機に気づいていないとでも思ってたのか。お前らが携帯を持っていた時から妙だと思ってたんだよ。俺は本当の黄金の隠し場所へと向かう。この発信機はメイドの土産にくれてやるよ。その必要はないよ。安心して。この程度の檻なら僕たちだけでも十分脱出できるから。そう焦らずに。もしここに閉じ込められたのが他の人だったらもうお手上げかもしれないけど。でも僕は違う。
あ、実はこの壁には仕掛けがあるんだ。危ないかもしれないから少し下がろうか。いいや、ここは牢屋じゃないよ。なるほど、木で建てた参道が腐ってしまって本来の道がなくなっているようだね。本来の道をたどることはできないけど、まあ大丈夫だろう。必要なものを持ってこの寝室から出よう。この建物は確かに監獄だけど、全ての部屋が牢屋というわけではないよ。山崎さんは勘違いしていたようだけどね。僕の推測によれば、この部屋は看守の寝室だ。その答えは簡単だよ。まずこの壁を見てごらん。この壁と両側の壁は部分的に変色している。これは長年家具を置いていた証拠だ。高さで考えると、隠し扉の方の家具はベッド、角の方にあったのは小さめのクローゼット、そして僕たちの右手側にはデスクが置いてあったのかもしれない。いい指摘だ。でも、もしここが特別な牢屋だったとして、この柵の意味は何だと思う？一人部屋を二人部屋にできる牢屋だとしても、向こうの壁には家具を設置した痕跡がない。つまり、この鉄の柵は閉じ込めるのではなく、防御するためにある。監獄で暴動が起きたとき、もしくは看守に命の危険があったとき、この柵を下ろすことで侵入者を阻隔できる。そして監視はこの隠し扉から脱出すればいい。ついでに僕の推測が正しければ、脱出ルートの途中には監獄の自爆システムを起動する仕掛けがあるはずだ。ここにある痕跡だけで。あなたは時々僕を買いかぶりすぎているよ。実は僕の故郷には似たような古い城がたくさんあるんだ。だからこの類の装置も珍しくはなかった。この部屋に入った時から僕はその仕掛けがありそうな箇所を探していたんだ。それだけのことだよ。あれだよ。そうだね、マートの羽とでも呼んでおこうか。その通りだよ。伝説によると、古代エジプト人は死後アヌビスの審判を受ける。アヌビスの天秤の片方に死者の心臓を、そしてもう片方には真理の女神マートの羽を乗せるんだ。
よく知っていたね。ここにある骸骨の隣にイシスのペンダントがあったということは、彼が強盗団の副団長なのだろう。しかし、骨盤の形から見るとこの骸骨は女性のものだ。法医学には詳しくないから、そのように判断するのが妥当かどうかはわからない。でも僕の推測も間違ってはいないと思う。一旦この件は保留にしておこう。そういえば山崎さんは黄金を見つけられなかったけど、彼が遠野さんからもらった謎は本物だと思うよ。おそらく遠野さんが謎の意味を勘違いしたまま利用して山崎さんを立ち去らせようとしたのかもしれない。つまり副団長が身につけていたものは黄金の隠し場所か、それを手に入れる方法と関連しているはずだよ。この島の心臓は独特なものだから、エジプト文化と関連づけることは難しいだろう。かろうじて近しいものがあるとすれば、この半分になっている羽の石像くらいだね。うん、その通り。形状からしてこの羽には対になるもう半分の石像があると思う。それともう一つ、丸みのあるこの形を見るに、この石像のモチーフはおそらくダチョウの羽だろうから。うん、とりあえず今はこれとイシスのペンダントをちゃんと確保しておこう。それにしても、このイシスのペンダントは欠けてしまっているようだね。神話ではイシスの頭頂部には玉座が乗っているんだ。でもこのペンダントの玉座は壊れてしまっている。実に残念だ。本来ならば完璧な芸術品であるべきだったのに。わかった。今回はあなたに任せるよ。まずは落ち着いて。二人で行動すると決めたあの時、僕が得意だと言っていたことをあなたはまだ覚えているかい？お疲れ様。キャンプ場には給湯器もあるから、着いたらシャワーを浴びてゆっくり休むといいよ。うん、無人島でのサバイバルゲームだと聞いた時から弓は欠かさずに準備しておいたんだ。
あなたは本当に察しがいい。僕の考えがまるで筒抜けだ。このままではもう僕はあなたに何もサプライズができないね。少しだけ待っていて、後で少しだけ刺激的なことをするから。これでもう大丈夫。あとはこの弓で向こうに滑るだけだ。ただ僭越ながらあなたには僕に抱きついてもらうことになる。怖いだろうけど安心して、しっかり向こうまでエスコートするから。腕をもう少し下の方に。そう、そのまま僕の肩をしっかりと抱いて、手を僕の背中とリュックの間に入れるんだ。僕は平気だから、もっと腕に力を入れて強く抱いて、それから隙間をなくすように頭も僕の胸に預けてほしい。怖かったら目をつむっていればいいから。大丈夫、すぐに終わるよ。何度も言うけど僕は大丈夫だよ。体勢を調整していたし、リュックがクッションになったからね。確かに救援隊を待つのも確実な選択だ。でもたとえあの時あなたがそう提案していても、僕は断っただろう。あなたは僕を選んでくれた。なら、僕にはあなたを守る責任がある。本当に助けが必要なら、迷わず救援を呼んでいたけど。でも、あなたを危険な目に遭わせた挙句、僕以外の人間に助けを求めるなんて、そんなことは僕自身が許せない。これでも、つまらない意地は張らないよう心がけてきたつもりなんだけどね。あなたの前では、格好悪いところは見せたくなかったんだ。言い訳のようにしか聞こえないかもしれないけど、一応、それ以外の理由もあるよ。黄金の隠し場所が判明していない状況で救援を呼べば、
第三者に監獄のことを勘ぐられかねない。あの監獄はかなり偏僻な場所にあるからね。他の参加者が変に誤解して余計な混乱を招くことは避けたかったんだ。救助隊の人に聞いてきたけど、あの傷は本当に銃創みたいだよ。それにすでに相当失血しているらしい。彼はあの状態で道端に倒れていたところ、通りすがった参加者の通報によって救助されたそうだ。これから医師による緊急処置が施され、その後でベースキャンプへと搬送されるみたいだね。話を聞いた後、すぐにメンバーとも連絡を取り合ったけど、どうやら彼を撃ったのは左京らしい。中林さんをかばうためにやむを得なかったみたいだ。左京の話によると、薄暗い洞窟内で先に発砲したのは山崎さんで、それによって中林さんは重傷を負ったそうだ。これは憶測だけど、彼らには何のつながりもないと思うよ。状況から判断するなら、二人とも遠野さんに騙されたと見るべきかな。その通りだね。でも山崎さんの治療には時間がかかるだろうし、まずはその間にしっかりと休んでおこう。可能な限り体調を回復させてからベースキャンプに向かうとしよう。